道人身事故ニュース速報です。2021年6月26日12時50分ごろ、北総線の東松戸駅で人身事故が発生した模様です。現在は運転を再開してますが、大幅な遅れが発生してます。現在被害者の状況などは分かっていません。以上、鉄道人身事故ニュース速報でした。私、ゆいがお伝えいたしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ツイッターもやっています。フォローお願いいたします。